人生で初めてなので、めちゃめちゃ気持ちよかったです。そうですね、後半戦始まってからいい形で練習できているので、もっともっと、気をつけていけるような、なっていくようになったと思うので、これからもよろしくお願いします。力になりますので、これから頑張っていきたいと思います。